ウィリアム・ラブロックは、イギリスの作曲家、ロンドン出身、エマニュエル・コート・トリニティ音楽大学で学び、ヘンリー・ギールらに支持した。第一次世界大戦に砲兵として従軍した後、トリニティ音楽大学に教師として戻り、また1923年から1926年まで、カウドレー主釈夫人の個人的なオルガニストとなった。1932年、ロンドン大学で、 作曲の博士号を取得した。1939年から1946年までインドに居住していたが、その間従軍して、少佐の階級に達した。1946年にロンドンに戻り、トリニティ音楽大学に復職し、さらに1954年にはロンドン大学音楽学部の学部長となった。2年後、オーストラリアに渡りブリスベンの クイーンズランド音楽大学の初代校長となった。1959年にフリーランスの作曲家、教師となり、クーリエメール紙で音楽評論を執筆した。1981年、妻の死をきっかけにイギリスに戻り、1986年にボリックシャーのシップストン、オンストアで死去した。作品には子供の教育用のものや14の競争曲などがある。 さらに火星学と音楽理論に関する多くの著書を残している。ありがとうございます。